第3代暴法と公爵ヘンリー・サマセット・スクーダ・モアは、グレート・ブリテン王国の貴族。1714年まで、ウスター公爵の儀礼称号を使用した。第2代暴法と公爵ヘンリー・サマセットと、レイチェル・ノイルの長男として生まれ、1714年5月24日に、父が死去すると、暴法と公爵の爵位を継承した。19歳の時、 バドミントンキャビネットというフィレンツェ製のタンスを注文した。このタンスは2004年12月2900万ポンドで、リヒテンシュタイン校、ハンス・アダム2世によってセリオとされ、世界一高い家具の記録を更新した。1729年6月28日、第3代スクーダモア子爵ジェームズ・スクーダモアの娘で相続人のフランシス・スクーダモアと結婚した。同年に、 議会の議決を受けて、スクーダモアを生に加えた。結婚後ほどなくして、妻のフランシスは、ウィリアム・タルボットと公然と浮き名を流した。その後、フランシスが出産すると、公爵は1742年にフランシスとタルボット博の不倫関係を理由に離婚を申請した。公爵は不定さえ立証されれば穏便に済ますつもりであったが、フランシスが、暴行と公爵は、 性的不能であるとして反訴したため態度を硬化させ、裁判の一時中止を要求した。そこで、暴法と公爵は1743年3月に、裁判所が委任した人物に対し、自身が勃起できることをカーテン越しに示した。裁判の結果、離婚は許可されたほか、暴法と公爵はタルボット博に改めて損害賠償を請求した。公爵は、 この裁判にも勝訴して、タルボット博から8万ポンドの遺写料を勝ち取った。フランシスはその後、チャールズ・フィッツロイと再婚した。1739年に創設された、ステゴ養育院の初代総裁の一人だった。1745年2月24日に死去したが、着死がなかったため弟チャールズ・ノエル・サマセットが、借位を継承した。第代公爵には、 マーガレット・バーという書室の娘がおり、マーガレットは1746年に画家トマス・ゲインズ・バラと結婚した。老教にあったミード・イシライ枠、実に見事なものであったという。ありがとうございます。